ここはレターボックスエリアですね。こんな感じで郵便物が、へー、今日は Yes81のプトラレジデンス21階、ちょっと6階の部屋がちょっと取られてしまったようで残念です。イエーイ、角部屋だそうです。あ、なんか角部屋で下に、あ、これは違う敷地のあれかな、一戸建ての隣のやつが見えますね。 OK OK、 今日はこの部屋を見ます。はい、 OK、 オープンプリーズ。お、すごい。今日はちょっとオーナーさんも一緒に内覧来てくれてます。あ、What's your name? Azizi. Azizi? This is my house. Nobody stay. Nobody stay. And this is fully furnished. Ah, fully furniture. Corner house, 角部屋です。あ、すごい家具がめっちゃ揃ってる。エコン100%、 all エコン。もうすぐ生活できるそうな感じですね。こんな感じでファンもお花とかソファーあって、うん、すごい、テレビもすごい整ってる。おー、でベランダがこんな感じで、こんな感じです。の棚があったり、テレビも大きいですね。大きい、大きいテレビがあって、うん、ビッグワン、ビッグワン、これは何だろう。あ、なんかキャンドルを、 This one キャンドルセット。 Sorry? キャンドルセット。 Yeah, yeah, yeah. あ、キャンドルのなんかディスプレイもありますね。はい。So we have three rooms. Three room, yes.This is a master bedroom. マスターベッドルーム。Yeah. はい、こちらがマスターベッドルーム。あ、すごい、すごい。Very beautiful ね。This one is already big, but I think I can take out. ああ、ちょっと荷物置いてあるけど、全部それはテイクアウト。This one never use. Never use. Never use. おお、一回も使わない。Brand new. 新しいよ。新しい。You didn't. Anyone living? Nothing. My daughter only 6 months.あ、娘さんが6ヶ月だけ住んだだけの部屋で誰も住んだことがないそうです。ちょっとこの辺の荷物は全部きれいになるそうです。 If you have TV, あ、ここにテレビも置けて、マスターベッドル、あ、ベッドもちゃんとシーツも、はい。で、ビューは、あ、ビューは、うん、モーニングさん、朝日が東、あ、じゃあThis house is slightly bigger. Bigger? Because it's a corner. It's special. Ah, special? ちょっとだから普通の部屋間取りより広いそうです。It's a... バスルーム、メインバスルーム。メインバスルーム。水の。Hot water, yeah? あ、ホットとコールド？ Hot water. ホットウォーターちゃんと出ます。トイレも。OK. Never use. Never use. 全然使ってないそうです。と水も、ね、はい、シャワーもちゃんと水出ます。 OK、 こんな感じで、うん、 OK、 Next、 Next is second room。 Second room、 So you have fan and also エアコンとファンもあって、ヒューターもね。Also, 同じベッドルームはこんな感じ。同じ。セームね。セームのクローゼットとあれがありますね、収納は。はい。And this is the third room. Third room. 一番小さい部屋は。ね。Also aircon. Ah, yes. エアコンとファンもあって。あとちょっとアイロン台とかもあるね。What is?
vacuum. Vacuum? Cleaning. Ah, already. Is that? Oh, can use. Yeah, yeah, yeah. ああ、掃除機とかも全部。ニューアン。ニューアン。揃ってるみたいです。へえ。そう、ナイス。で、こっちがちっちゃなシングルベッド。シングルベッド。シングルベッド。And you can see from here. あ、ビューはこんな感じですね。今21階なんで、ちょっとハイフロアですが。へえ、でも、こんなクローゼットがあります。OK。オッケーオッケー。で、入り口はシューボックス。うん、シューボックス。Yes。シュー、シュー。ああ、ここにシューボックス。ちょっと荷物入ってますけど、それはこれは全部なくなります。こっちは玄関の。ああ、なんかこの辺も全部オフするよね。ナスになる。なるになる。で、これはなんだ？この辺。This is a IH. This one is a bathroom. あ、バスルーム？ セカンドバスルーム？ Yeah, yeah, bathroom. This is a second bathroom. あ、こちらがセカンドバスルームですね。Open the door. Yeah, it's good. あ、yeah, yeah, yeah. Also heater, yeah? うん。Also heater ね、トイレがあって。あ、ここはちょっとこういうタイプの。ちょっと、物が置いてありますけど、バスルームで、あ、ウォッシングマシン、ウォッシングマシンはその外に。オッケー。あ、はい。うん。I put your raining. なんか洗濯機がここに置いて、あ、ドライヤーはないのね。あ、ドライヤーない。ない。乾燥機はないそうです。いや、新しいよ。新しい？この洗濯機はついてきます。7kg の洗濯機。はい。Yeah? ああ、これが洗濯物干せる。はい、OK、OK、OK。OK、OK、OK。OK。これなんかちょっと旧式の、なんか湯沸かし器みたいなシャワーみたいな。エントランスに鏡があって、感じですね。This is a new one. ん？ New one. Ah, IH. オーラ新しい。そうですね。前ビガスだもんね。ノーガス。ノーガスでここ IH で。Electric. エレクトリックのオーブンもある。オーブンね。あれ？お。大丈夫それ。出てきちゃったけど。あ、そう新しいね。あ、オーブンも誰も使っていない。で、これは何？ What is これは？ドライフライヤー。ドライフライヤー。揚げ物のやつと、これは？ This one is a special cooker. But this one I take. あ、you take ね。あ、これはついてない。OK, OK, OK. This one also I take. OK, OK. あ、持ってくのね。これはない。But this one I keep here. ああ、OK. This one I give here. あ、この食器のやつが置いてある。And this one I give you.Basic, yeah? Ah, basic. Basic, I give, yeah? Mm. This one also, I give you basic. Basic の食器は使って OK. 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 Here also. Here also. I give you basic, yeah? Ah, basic の食器は I take up maybe basic only, maybe about 6, yeah? Ah. About, yeah? 6個ぐらいはこう置いていきますとのことです。But if you want, I can give, but...If broken,、you have to pay. ああ、OK, OK, OK, OK. 置いていて、壊したりしたら、ちょっとその分はちゃんと払ってください。OK, OK, OK. そう、なんかここ、What is here? This is only outside. あ、only outside? エアコン。あ、エアコンの。エアコンコンプレッサー。あ、コンプレッサーがあるね。ああ、なんかエアコンを置くところ。And this one also I give. ああ、あと、ラダーも、キャタスも置いてきます。あ、エアコンのやつが後ろに。上にある。まあちょっとなんか自転車とか置くにはいいかもしれないですね。バイスクールヒアイズ。いや、バイスクール。うん、自転車とか。置くにはいいかもしれないです。すごい揃ってますね、でも。OK。Can I see? How do I? すごい、でも手入れが整っている。ちょっとだから高いのはな、どうだろう。This one, this unit, slightly bigger. そう、OK, OK. Yeah, I know. Bigger. Yes.
This one here you can have tea. Oh. You know the table? Ah, you can put here. Ah, なんか中の丸いテーブルがあるので、それ持ってきてここでセットなので、角部屋だからちょっと広いみたいです。他の間取りより。な感じですね。あ、学校が見えますね。Yeah, you can keep a Japanese planting.あ、ジャパニーズプランティングね。あ、いや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 。ジャパニーズスタイル。あ、This one は You take? I keep here. If keep you want use, you use. あ、これも、もし使うなら置いてくから、なんか、なんか植木やったらどうって今言ってますね。学校が見えますね、ここから。あ、方向的に。キングスで見えます。こんな感じです。あと、メインプレイスも見えますね、一番近い。もう。うん。な感じです。テレビは、この大きいテレビもちゃんと新しいほど。ああ、新しいテレビをちゃんと置いてきますよって言ってます。OK。How much this room? How much? Buy. Buy じゃない No, buy! The house for rental. Yes. I'm asking 2008. 2008? Yeah. Oh. And he asked me discount. Yes, yes. 2000?No. Because I give everything. 2006. 2006 Best price. Best price. Yeah, okay. Because this house actually is not for rental, but nobody stay. So I have to come cleaning. Very tired. Every week come here to cleaning. Oh, I see. But our budget is 2000 little bit. And when you can talk to You are the one who stay here? Yeah, yeah, yeah. Maybe you go back and discuss. Okay. Yeah, you, it's a family. Very nice house. Yeah, I know, I know. Simple. Yes, yes, yes. And I give you one parking. One parking? Yeah. One parking? One parking. Ne? Inside. Ah, inside. 駐車場は1台置いていきますってことです。Okay. For you to rent. Mm-hmm. And also this one, of course, I will pick up.ああ、OKOKOK。家具は置いていくけど、このなんか飲み物とかは全部ちゃんと持っていきますとのことです。ですね。リビングがこんな感じですね。まあ、どうなんだろう。前回のところよりはちょっと広い感じもしますね。まあ、逆にちょっとソファーとかが、家具が結構あるので、狭く感じるかもしれないですけど。オーナーの方は日本に1、2年住んだことがあるそうです。ちょっとだけ片言日本語を話せるみたいです。入り口ですね。でこちらが、シングルベッドの一番狭い部屋。まあ、家具がちょっと結構揃ってるから、ちょっと割高なのかな。あ、冷蔵庫見るの。冷蔵庫。オープン OK？ あ、なんかちょっと入ってるけど、まあちゃんと使ってるから逆に綺麗ですね。クリーンだね。まあ、マスターベッドルームが広い気がしますね。この間のところ。ここにあのテレビを。置いてもいいしって言ってますかね。OK。Maybe many block. ああ、いやいやいや。So you go here also close to LRT train station. ああ、train station ね。LRT。ああ、walk can walk? Yeah, can. I can show you. Okay. 8 minutes. 8 minutes walking. ああ、電車に。You can go to KLCC. ああ。You come back. うん。China, China, 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 China
So go to Kingsley. Kingsley, yeah. Oh, Kingsley に行ってる日本人。Majority Korean.あ、マジョリティー、コリアンが一番多いらしいですけど、ここからこうキングスレーに通ってる。Here. ああ、ここに住んで、いやいやいや、I know, I know. Only children schooling here, not working here. Not working here? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Only go yeah, yeah. driver. No, 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 no. Maybe they use the school bus. Yeah, yeah. School transport. Yes, sometimes. Yeah. Last time my son also studied there. Oh, really? Already finished? Already graduate university already. Oh, how old? About 23. 23, ka. So your son go to the Kingsley? Yeah, yeah, yeah. Oh, how many years? I got 4 sons. 4 sons? Oh, so many. Number one already working in Australia. Australia? He already Australian permanent. Ah, permanent. Australian permanent. Resident, and my second is a daughter. Already have children. Ah, yeah, yeah, married. My grandchildren. Yeah. Ah, grandchildren. Oh. And the third one is working in Malaysia. And the fourth one, Kingsley, already finished. And okay. Already come out from university. Oh, university. So now only 2 person. Oh, 2 person. Oh, wife. To. Kingsley is nice, good school. Yeah. Oh, okay. He studied there for 3 years. 3 years? Oh, okay. His cost performance is nice. Cost and also quality. And also now only, but condo very takai. Condo takai? Yeah, it's close to Kingsley. Boarding. Ah, boarding, yeah, so takai. Yeah. Better here you can have one family, there only one person. ああ、いや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 、そうね。ボーディングはちょっと割高なんで、ここに住んで通った方がいいって言ってます。オーナーのさ、一番下の息子さんもキングスレーに通ってたみたいです。見た。見た顔。いやいや。セキュリティ。セキュリティとつながってる。なんか違反のバクシンの。エレベーターの中に広く、ハウスルールね。前回の動画でもちょっと詳しく寝てたので、ここはざっくり。あ、プールからもキングスレー見えるんですね。すぐ学校が目の前にあって良さそう。風がなんか気持ちいいですね。前も見ましたが、ちょっとだけ感じで、なんか管理がやっぱ行き届いてるなと思います。綺麗ですよね。ゴミとかも落ちてないし。